本日はスタビリティマトリクスに何やら更新が来ていたので確認したら、新しいパッケージとしてオートマチックイレブンイレブンよりも生成速度が2桁%ほど速くなっているという WebUI 表示が加わっていましたので、早速アップデートしてみました。従来のラインナップはこんな感じですね。スタビリティマトリクスでパッケージングされるのを待っていたのですよ。コントロールネットのモデルやらチェックポイントやローラとかリンクさせるのがめんどくさいですからね。スタビリティマトリクスを使っているならパッケージで入れたいですよね。というわけで早速アップデートをポチクリしてみましょうね。アップデートが終わると勝手に再起動されます。ナビゲーションを開いて見やすくしましょうね。パッケージというところをクリックするとインストール済みのパッケージが表示され、下部にパッケージの追加というものがありますので、これをクリックしましょう。おお、ついに現れましたね。 WebUI 表示がありますよ。このアドパッケージの画面でインストールしたいパッケージを選択してインストールをクリックすれば、あとは自動で必要なものを全部インストールしてくれます。簡単お手軽ですね。インストールが完了したようですね。ではここからパッケージの階層を戻っていきますね。ここにありましたね、 WebUI 表示の表示があれば OK です。ちなみにラウンジ画面のここのセッティングスアイコンから起動オプションの引数の変更を行います。デフォルトのままでいきましょう。ここのラウンジボタンをクリックします。最初はいろいろダウンロードが入るので時間がかかりますね。おお、オートマチックイレブンイレブンと同じ見た目のインターフェースが立ち上がりました。我々はオートマチックイレブンイレブンをスタビリティマトリクスで導入していたので、当然チェックポイントやらローラは使い回せるんですよね。あ、チェックポイントが出てきましたよ。じゃあローラとかも見てみましょうね。ちゃんと表示されましたね。いいですね。ツリー表示にも対応していますね。フォルダ分けしている場合はこの表示形式だと圧倒的に探しやすいのでおすすめです。設定にしましょう。クイックアクセスにグラディオをいつも出しているので、中央チョイスしたあたりにグラディオテーマってあるので、これを選択しておきます。この色合いはムーンゴブリンってやつですね。圧倒的に見やすいカラーリングです。それからオートマチックイレブンイレブンと同様のやり方で拡張機能をインストールしていきましょう。はいはい、セットアップ完了です。これでいつでもフォージで画像生成を楽しむことができるようになりましたね。おっと、これはノープランプトです。カカシのような化け物ができました。せっかくなのでAIG46 のメンバーさんの生成条件をぶち込んでみましょう。あれあれ、モデルもシード値も全部一緒なんだけど、ちょっと違う画像になっちゃいましたね。違う画像も試しますよ。雰囲気は似てるような気がするけど、全然違う画像ですね。こっちの画像はどうでしょう。こっちは微妙に違うけど、ほぼほぼ同じような画像が生成されましたね。ワンコちゃん行ってみようぜ。全然違う。なんででしょうね。オートマチックイレブンイレブンの方にワンコちゃんぶち込んでみます。オートマチックイレブンイレブンの方だと同じような画像で生成できますね。何が違うんでしょうね。よくわかりません。フォージの方が体感できるレベルで生成速度が速いので、見た目も同じだし、オートマチックイレブンイレブンから乗り換えちゃってもいいんじゃないでしょうか。ではまずは GitHub にあるスタビリティマトリクスのページに行きましょう。画面下部にスクロールしてった先に
ダウンロードするところがあるので、ここをクリックしてください。ダウンロードしたファイル内に EXE ファイルがあるので、スタビリティマトリクスを格納したいストレージで実行します。するとこのような画面が出るのですが、詳細をクリックして実行をクリックしますね。ようこそ画面が表示されます。そうしたら本来はここでデータフォルダを決めるのですが、ポータブルモードにチェックをつけるのをおすすめします。ポータブルモードでは全てのデータと設定はアプリケーションと同じフォルダに保存されるので、スタビリティマトリクスのインストールフォルダごと移動できるようになります。 PC 買い替え時とかストレージ増設時にも素早く対応できますよ。そうしましたら続けるボタンをクリックしましょう。ここでまずは各パッケージの一覧が表示されるので、インストールしたいアプリケーションを選択してインストールボタンを押します。今回はコンフィ UI を選択していきます。そしてインストールをクリック。インストールが終わりましたね。ここのプルダウンでインストール済みのパッケージを選択してラウンチボタンを押すと起動開始です。初回は結構時間がかかりますよ。それじゃあ今日はここまで。バイバイ。